平木大作君公明党の平木大作でございます時間も限られておりますので、私の方からは一問飛ばしまして、緊急経済対策についてお伺いをいたしたいと思います。今、多くの国民の皆様が雇用と、そして賃金の面で苦境に立たされまして、将来に不安を抱えていらっしゃいます。また、日本経済を支えてきました中小企業、小規模事業者の皆様も、存続の危機を迎えているところであります。 こうした中で取りまとめられました、今般の緊急経済対策でありますが、議論の,この過程の中で,で、ある意味、多岐にわたる内容を含むことから、例えばこのマスクと給付金が一くたになって語られるですとか、あるいはこれ、大事な点ではあるんですが、かつてない規模というところにばかり、どうしても注目がいってしまうということがあったというふうに思っております。今一度これまままででにわたたたってて取取りりととめてあるいいは取り組んでいただきました緊急対応策と 合わせましてきちんとやっぱり整理をしてお示しをすることが私は必要だというふうに思っておりますあの今国民の皆様にとりましても事業者にとりましてもこの危機をどう乗り切るのかということが最大の関心事でございますそしてこれを乗り切ることができなかったら V 字回復がそのものがないということでありますそしてこの緊急支援フェーズと呼ばれておりますこの感染症拡大の収束までの間目処がつくまでの間ここまでの間で極めて重要なのが 手元の資金キャッシュであります。この観点からですね、ぜひ経済対策に対するお取り組み総理からわかりやすいご説明をいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣、今回の経済対策はですね、雇用を守り、生活を守るための経済対策であります。今お話があったようにですね、中小小規模事業者の皆さん、厳しい状況ですから、何が一番困るか、手元の資金がない。手元の資金がないとですね、事業が継続できない、あるいは従業員の給料が払えないということに。 なりますそうなると、お金を借りようと思ってもなかなか入れません、しかし今度はです、ね、えー、この無担保、えー、そして無利子、えー、5年間元本据え置きという、えー、この強力な資金繰り支援を行います、まあ、こ,れこれがまあ総額45兆円を超えるものであります、えー、さらには、えー、その中で,です、ね、税や社会保険料を払うの大変だなと、まあ、中間納税が来ているけど、これできないよという方々もたくさんいらっしゃいます、これ、伸ばすと、例えば延滞税取られますが、それなしてでて、ね、猶、え、予、ー、する。 これはまさに初めてのことでありますが、26兆円の規模で税や社会保障の大胆な猶予を行っていく、同時にお金を貸すだけではなくて、何とかチャッシュがもらえないか、給付がないかということでございますので、今回はですね個人の方々については、収入が減った方々については30万円、あるいは中小企業、あるいは小規模事業者の方々には、これは200万円、最大200万円のですね、 シーンをこれは給付すると、えー、これは6兆円を上回る現金給付であります、こうした形、こうした思い切った対策によってです、ね、しっかりと雇用を支え、生活を守っていきたいと考えてい開大作君、勝ってないスピード感でお取り組みいただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました